メイは英語読みその第76回第16編残党第19章続きから。マタベイは叫ぶと、痩せた方に微笑さえ浮かべながら体験を正眼につけて寄った。佐久間はちらと伝蔵を見た。八千代の必死の表、マタベイは正眼の剣をそのままつまつりに出る。へい、呆然と月に変わる。佐久間がかわす。マタベイの体が崩れる。好き、八千代が正剣を期したままパッとマタベイをかばって出た。ドドドドと吹き上げる火と煙、右往左往逃げ惑う人声、近くで激しく反響が鳴り出した。人波を押し分けて、佐久間様、叫び叫びおふさの姿が裏手から庭へ現れた。くそー、立ち上ったマタベイ、憤然と切り込んだが、巻き返す煙に包まれて思わずタジタジとなる。八千代が走り寄って、あなた、支えるのを押しのけ、佐久間来い、わめきながら剣を取り直した。第20章ガッ、激しい剣と剣のもと、マタベイの歯をむき出した顔が佐久間の上へのしかかる。佐久間は煙にむせながら、切るのが慈悲だと思った。へい、うん、うめくマタベイ、さっと足を引くや剣を返して胴へ。だが病後の弱り、この変化は無謀であった。うん、無言で引っ張した佐久間、のめってくるマタベイの肩を胸まで十分に切り下げる。ひっ、喉をつんざく悲鳴、ドーッと前へ倒れるマタベイ。八千代がごめんと叫んで突っかかる。体をひねって利き腕を取る佐久間、妹と悲しげに、死ぬな、マタベイの菩提を弔ってやれ、死ぬなよ。突き放すとマタベイの方へ寂しげな一別をくれて、伝蔵に目くばせもした。行こう。八千代はわーっと声を上げて、マタベイの上へ泣き伏した。垣を押し破って、庭の中へ走り込んできたおふさ。渦巻く煙の中に、火のかがりで佐久間をそれと見つける。あ、はあ、佐久間様。おふさ。父が表に。おふさは狂気のように叫ぶ。佐久間はうなずくと、懐から金の包みを取り出して八千代のそばへ投げ出す。八千、もう会わんぞ。佐久間はおふさを抱くように垣を外へ出て行った。往来はもみ返す人の波、布団を背負ってゆく女房、包みを下げこう覆い、老婆を抱え泣きわめく女も引きずり、男も女もガクガク身を震わせながら走り回る中に、小敷のような老人が一人怪しく笑い、手を打ち足を踏みながら燃え盛る火を見て呪いの叫びを上げていた。焼けろ焼けろ、七兵衛の恨みだ。人の娘をたぶらかしぼっていいざまだぞ。地獄の火だ、燃えろ燃えっと燃えろ。江戸中を地獄の底へ焼き落としてくれろ。それは七兵衛の悲しい姿である。ほう、あれか。佐久間がそれと見て近寄ろうとする。その時七兵衛は踊り上がって、いや、おふさ、おふさだ。と燃え盛る火の中を指さし、いたかおふさよ、そこにいたか。待っていろ、今わしが迎えに行ってやるぞ。待っていろよ、どこへも行くな、わしも一緒に行くぞ。ほう。佐久間が危うしと見て走り寄るとき、すでに遅く七兵衛は今にも燃え落ちようとしている家の中へ悪鬼のように走り込んでいった。トド様。おふさは逆上をして父の後を追おうとする。せつな、ドドドドドドド、すごい音を立て中天に火の粉をまき散らしながら、その家は焼け落ちた。パッ
とくる火の煽り。佐久間はおふさを抱いたまま七八軒下がる。トト様、トト様。おふさは狂気のように佐久間の腕の中で身をもがき続けた。伝蔵。佐久間は振り返った。良い日だの。これで古いものは型がついた。明日から新しい仕事も始めるぞ。菩提を頼む人もできたからな。伝蔵も心よさそうに、しかし目にはいっぱい涙をためながらうなずいた。火は隣の家を焼き始めた。第17編芸生の譜。第一章。奉行を呼べ。すっかり喉のしわがれた声であった。揚げ屋の牢内、ずっと奥まった暗いところから絶望的な調子で断続する。老番、聞こえぬか。奉行を呼んでこい。ぐずぐずしていると蹴破るぞ。だだだだ。荒々しく踏み鳴らす音。拳で叩くのであろう。陰にこもった物の響きがそれに続いた。暗い廊下を見回り役が近づいてきた。番士が道を開くと眉を潜めながら声のする方を見合って。相変わらず騒ぐの。は、食事は変わりないか。今朝より取りません。食わぬか。碗のまま尿をかけて戻しまする。見回り役は不快そうに目をそらし、奥の叫び声に耳を澄ました。おのれら。しわがれた声は続く。不浄の場所へ通うに取り込め。これで俺を救命できると思うか。バカ者め。よく聞けよ。京において禁獄された時も、鉄の官費も何の苦もなく破ったのだぞ。キリシタンの秘宝、密教の呪法、神仙の魔法、通力、茶術、何一つ知らぬ俺ではないぞ。狂っているのではないか。見回り役が低い声で囁いた。万氏は恐ろしげに頭を振って、確かに邪法を行う者とのことでございます。兵隊が死にて捕縛いたします折にも、一畳余りの土塀を自由自在に踊り越え、縄を抜けること、水に潜ること、まことに風のごとくであったと、鳥かとの者ども、幾度往々に申し立てておりました。見回り役はあざけるように、それほど自在力のある者が、なんでまた縄にかかったのか。五郎内の様子を探るために、わざと捕らえられたとも申し、疲労のあまり、邪法を行うことができなかったのだとも申しまする。そんなことを皆信じておるのか。はじめは誰も半信半疑でおりましたが、ある夜のこと、目の前で万死の一人が彼の邪法にかかり、危うく取り逃がし損ないましたので。見ていたのか。は、万死は身震いをして、ちょうど私とその男とが万に当たっておりました。雨の夜のことで、ひどく陰気な湿っぽい。さよう、ここのつごろでございましたか。見回り役は耳を傾ける。しきりに呼びますので、同役の者がその方へ行ったと思いますと、不浄口の鍵を開ける音がいたしますので、何事であろうと急いで行ってみますと、牢の中にかの者が立ち、両手を前に組んで、何やら怪しげな呪文を唱えておりまする。そして同役の者は、真っ青な顔をして、額からたらたら冷や汗を流しながら、鍵を開けようとしているのです。見回り役の唇が震えた。私は驚いて、どうするのだ、と同役の肩を叩きました。すると、夢から覚めたようにはっと振り返り、そのまま私の腕の中へ倒れかかりましたゆえ、急いでたまりへ連れ帰りましたが、全身水を浴びたような汗、半時ばかりは物を言うこともできぬありさまでござりました。しかし、それが呪法を使ったという証拠でもあるか。同役の者にお尋ねくださいませ。火の縄のようなものが、あの男の手から飛び出してきて、体を縛り、
どうもがいても逃れることができなかったと申しまする。酒もたしなまず実直の男、決して気が触れたというようなわけではござりませぬ。あるかの。見回り男は低くつぶやく。さようなことが、廃止小説の上でならしばしば聞くが、実際に出会ったことはこれが初めてだ。それであの檻に押し込めたのだな。ご奉行を直々のお指図にて。君の悪いことだ。見回り役は眉をすくめて、忌まわしげにその方へ目をやったが、やがて足早に引き返していってしまった。第二章、方六尺、厚さ二寸の欅板の檻、上に息抜きの狭い切り目が三箇所、食器と便器を出し入れする方五寸ばかりの穴が、下の片隅に黒く口を開けているばかり。これが藤井右門の閉じ込められた檻であった。名は絵語読み、その第76回、第17編、芸匠の譜、第2章、途中まで。2021年10月10日。この続きはまた次回。